こんにちは。治療のコルダ3フルボイススペシャル2週目ですね、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。金色のコルダ3。おー、こんにちは、ニアさん。なんかね、久しぶりにプレイした気がしますが、まあ、もっともこの動画見てらっしゃる人もう一人もいないんじゃないかって思うぐらいなんですけれども、まあ私個人がね、あの全てのドルチェのエンドを見たくて仕方ないので、もうたとえ自分一人だけでもプレイヤー続けさせていただきますのでね、よろしくお願いします。さて、じゃあちょっと重要人物の確認をさせていただきます。現在7月30日で、まあいわゆる死生観 VS 死生観編ですね。で、今狙っているのはこの中では京也くん一人なんですけれども、まあ恋の根はもう十分マックスで、なおかつイベントもあとはこれを待つだけっていう状況です。で、他の人に関してはこれ、あ、こうか、まあ他の人に関しては親密度というよりも技術レベルとかで面倒を見てあげなければなと。で、さすがに榊先輩の技術レベルがゆえこと追いついてきちゃったんで、まあまだ経験値的には下だけど、まあこの辺のフォロー、技術レベル的なフォローもしつつですね。で、ああ、そうか、宮川さんとはどうせ練習できないから。うん。ということで、個人はこれでいいとして、で、アンサンブルの方は次の大会の準備はもうできております。で、表現もだいぶ良くなってきたな。うん。だから、ブラボーポイント上げに使うか、あとは静かにのこの表現、レベル上げたいところですね。で、あと、まあ、あとは、まだレベル上げてない表現を取り替えてあげるっていう手もあるけど、まあ、ちょっと完成度がね、せっかくマックスになったので、下手に付け替えはしないように。まあ、というわけで、まあ、でも、ただなんだかんだ言って、後で練習1日しかないので、まあ、明日1日は、まあ、京也くんの親密度を上げることももうできないし、今の段階では。まあ、ゆえこの技術レベルを上げることにちょっと専念しようかなって感じかな。まあ、プラス、ブラボーポイント稼ぎでやっていきましょう。じゃあ、おやすみなさい。翌朝、7月31日。いつもより早く目が覚めたので昼食を作ることにした。さあ、豚の生姜焼き。あ、作ってなかったでしたっけ、俺。レンコンきんぴら、シューマイ弁当。まあ、京也くんが好きそうなのはないですね。ただ、まあ、ゲーム的なあれで申し訳ないけど、親密度もマックスなんで、あげなくても、だから挨拶とかもしなくてもいいぐらいなんですよね。じゃあ、生姜焼きもいいけどね。熱々も食べたいからな。冷めてもいけるシューマイ弁当行こうか。シューマイ弁当を作った。さあ、ということで、新田くんが光っていますが、今回はね、2週目なので団長の思いで、スルー。で、武器屋さんに行って、お待ちしておりました。楽器屋さんという名の武器屋さんに行って、まあ、この2倍上がるやつ、あ、最大限上がる系のやつはもう、ごっそり買っておきましょう。なくて困る時もたびたびありましたのでね。あ、よかった。今回技術経験いっぱいありますから、これ使い放題。今日は使い放題。よし！じゃあ2回できるな。少なくとも。で、これは1個持ってるから、まあとりあえず買っときますか。習熟はいいな。習熟ってなんかいっぱいあった気がする。あ、今回はないか。アイテムはないけど。ありがとうございました。さあ、で、ちょっと手を抜きましょう。京也くんに挨拶する必要は今ないと思うので、練習練習また練習といったところでしょうかね。うん、それでいきましょう。で、できれば、まあ、余裕のあるうちに、榊先輩と技術レベルを高め合いたいというところですね。レベルが、技術レベル、あ、技術経験が上がるのはあるかなと思ったけど、4しか上がらないのか。だって、例えば、今、だから、もう今や、レベル上げを叩き台として利用させてもらってる。あ、でも、天宮さんにしても4しか上がらないってなってことは、技術経験は、あ、ゆえこの技術経験ね。5か。ということは、まあ、そんなに気にしなくてもいい。まあ、ちょっとレベルが上がりにくくなったかなっていう感じか。まあ、ただ今回、ちょっと、できることが、やることが余ったので、まあ、少しでもまずは、大地先輩の技術レベルを上げるための練習をしますかね。これで、
だね、これデジタルアームレット使って、うん、なおかつ 2.2 倍のとこ行ってけば、まあ、9上がるでしょ。まあこれでやってみようかな。はい、トルルル、新しい楽譜がもう完全に欲しいね。はい、ああ君か、練習だね、いいとも。技術が上がる練習室でお願いします。目覚めの一曲だね。早速合わせようか。準備はできているかい？さあ、私事ですが、最近ね、リアルタイムでようやく梅雨が明け始めて、久々の私は晴れの中にいますが、お洗濯物ができて嬉しいな、嬉しいなと思ってます。さあ、まあこんな感じで、よし、頑張って2人で高め合っていきましょう。可愛い女の子とお気に入りの曲を奏でる贅沢だな。親密度も上がっちゃう。お疲れ様、休憩を取るのを忘れずにね。まあ、水分補給ですよ、特に。じゃあ、あ、待って、そう、時を進めてみましょうだったから、条件を見忘れてたね。今日見られるんですか？まだだね。ステージを進めなきゃいけないのか。だからちょっと先走りすぎてますね、今日役に関しても。では、二人練習をもう一度。じゃあ今度は、ゆえこ自身の、レベルを上げるために、天宮くんと練習をしましょう。で、5上がるな、これか。で、残念ながらね、そう、習熟度が100になっちゃいけないんですよね。だから、まあ、これで、アイネクライネで。で、ザッパーンとメタルアームレットを使っちゃって、こんな感じでいいですかね。はい、もしもし。練習？いいよ。どこにしようか。もちろん、練習したっちよ。そうか、違うんだよね、天宮君。暑い？君が言うならそうなんだろうね。練習はできそうかな。できそう。暑くなってきた。ゲームの時間とリアルタイムの時間が一致し始めている。ほぼ一緒ですね。だいぶ近づいてきましたね。よし、まあこんな感じで次回に備えてね、できることはしておきましょう。無理してもいいこと。さあ、お昼、昼飯の予定、キサラギ京也。お、お前お昼空いてる？春と飯食うことになったんだけど、暇ならお前も来よう。よし、じゃあ行きましょうか。ここは行きます。どこですか？そろそろ昼食の時間だ。今日はシューマイ弁当を作ってきたが、てんてんてん。先輩、ありがたくいただきます。あ、ハルくんが好きなやつだったか。ハル、お前これ嫌いなのか。いらねんならもらってやるよ。おい、うん、な、何を。冗談じゃない、返してください。まったく大人げのない。なるほど、ハルくんは好きなの取っとく派なのね。キヨヤくんにはそれが避けてると思われたので、ね、昼食を食べながら楽しく過ごした。シューマイハルプのが好きなものでした。さて、じゃあ午後はまあ軽くやるべきことは、親密度と技術レベルに関してやるべきことはやってしまった感があるので、あ、リツさんと練習ってできたっけ。リツさんとのレベルってどのぐらいの差でしたっけ。あ、大丈夫です。15だよね。まあ、リツさんと二人練習するって手もなきにしもあらずですが、まあちょっとここは一つ、ブラボーポイントでも稼ぎに参りましょうか。ミモさんいる。稼ぎそうなところは、ああ、すごい悩み中してますね。ただ、できれば重要人物の周りに集まってほしいですよね。なぜなら重要人物の方がブラボーポイントをたくさんくれるから。なんかね、あの上ですね。真ん中上と、あと、あるいは、ヤンウェンリーの周りに、
集まりそうかな。ちょっと待てばなんかいいことが起きそうな、そんな雰囲気。上だな。こう狙ってる時に限って、ね、重要人物の周りには集まらないんですよね。かといって今回のプレ作品ではね、あんまりゆげ子自身の動きで回遊できないと思ったら、みょうがさんが自ら言った。これはチャンス。じゃあこれだね。これの表現を一個上がってないのがあるから。どんなもんですか。まあ決して多くはないけど、まあだからといってね、そんなストイックに大量望んでるわけじゃないから、重要人物込みで6人でスペシャルメガホンあればまあ十分でしょう。今回お金持ちプレイなのでね、これでまあ十分とみなそう。さあ聞いてくれ。暑いけどみんな熱中症にみんな気をつけて。どんなものですか。ブラボー。よしよしよし、1100ほどもらったね。十分だね。よし、静かに演奏。さあ表現レベル上がんないね。あともう一回ぐらいやりたいんですよね。山下公園はメールメール練習について。あ、リツさんね。お前のワイオリンで練習したいことがある。か確認したいことがある。これから一緒に練習しよう。そうだね、リツさんの方がレベル高いから、リツさんと二人練習するのもありだね。まあ最後の帰りに一回やるかって感じですかね。とりあえずちょっとお金を BP を稼ぎ、ああ今ちょっと刑事事件これ待たないと決めちゃうやつね。で、明賀さんが光ってらっしゃるからなんか起きちゃうんだけど、まあ今回はスルーせざるを得ないし、というか見たしもう見ましたからね、一周目で。さあいかがなもんでしょうか。集まり具合、みょうがさんチャンスだな相変わらず。ちょっとこれは待つか。で最後のターンにリッツさんとまあ2人練習で技術が上がるんだったらやりたいなーって感じで、まあ後藤さんと政権話でもしながら待ちますか。なんあれはなんだ、何に集まってるんだ。全然集まってなかった。モブですね。この辺に集まりそうですね。みょうがさんがここ来てくれればね、まあ、この辺で待ち構えますか。なんかモブが寄ってきそうな。まあでもみんなファンなんだよね。まあ小さなことにはこだわらない方がいいか。モブだったらな、あな、これ右上ですね。我が生涯ここじゃないですか。あでも8人行けばいいけど、ああ1がよろしくないか。6はちょっと半端ですよね。ちょっと待つか。おっと7になった。7ならいいや7ならいいや。よし十分で、スペシャルメガホン。さあ来い、みんな来い。これでね、うっかり重要人物も来てくれればね、いいんですけど。さあたくさんですよこれは。なかなかよし、まあこれだけブラボーポイントがあればもう余裕、余裕中の余裕でしょう。さあということで、じゃああと1回はリツさんと2人練習から。おっとメール、どうなんでしょう。どうした、どうした、ハルト、どうなんでしょう。すみません、先輩の意見を聞かせてもらえますか。さっき落とし物だって女の子がつける髪留めを渡されたんです。誰からだ。もちろん僕のものじゃないですよ。どうも後ろ姿で女の子だと思われたみたいで。あ、ハルくんのだと思われたのね。やっぱり短くした方がいいんでしょうか。先輩はどう思います。知りません。よし、あ、清水さん、わかった
あれでも上がるんだね。じゃあ2人練習、じゃあリツさんと技術ちょっとだけでも上げますか。アームレットもあることだし、ん？アームレットだっけ？あ、でも1人練習でもさ、上がるのは上がるんだっけ？あ、でも大して上がらないよね。だったら2人練習の方がいいよね。あ、でも2人練習でリツさんも上がってくんないとあんま意味がないし、5、あ、でも5上がるんだったら練習する価値あるね、一緒に。1人練習よりも。じゃあ、この辺で行きますか。アイネックライメンのアート文字行くわ。アームレットで。で、プラス10。まあ、これでいいんじゃないですかね。ちょっとアームレット全部使っちゃうことになりますけど。よし、これでまんべんなく。大会に備えますよ。お前か。待っていた。練習場所はどこにする？まあ、メール来たからね。練習室。今日最後の演奏練習だ。お互い一日の総括のつもりで弾こう。確かにこの時間帯にリツさんと二人練習珍しいからね。初見のセリフが。はい、よしよし、確実確実。13も届くよ。自己練習も欠かさずに、うん、それじゃ、それじゃ。レベル13も見えてきましたね、今日一日で。さ、日も暮れてきたので帰宅することにした。何にも起きなさそうですね。あ、表現の付け替え、失礼。大会中の操作に自信のない場合は効果が、ああ、イージーの表現をサブにつけると。はいはい、ちょっと心配されてんのかな、私の腕を。付け替え入っていきますね。了解です。さあ、特に何もなかったですね。じゃあもう何もないまま大会当日を迎えるということですね。まあ、念のため確認しておきましょう。アンサンブル情報。まあ、完成度に関しては問題なしですね。習熟度もどちらもマックス。はい。あとはそれこそ私のボタンの押しのタイミング次第というところですね。で、重要人物情報。京也くん。まあ、今回注目するのは京也くんのみ。現時点では。ああ、これはステージ。よし。じゃあ、あとはもう集中して、死生観戦に臨むというところですね。じゃあその前にニアさんとちょっとお話しして気を紛らわしましょう。緊張する気をね。誰の話を聞きたいんだ？新田くんの続きだったかな。それとも他の人だったかな。八木沢さんとか部長の話って全部聞いちゃったっけ？八木沢の話、なんか新田くんの話を前回聞いた気がしなくもない。あ、違う。あんまない。あ、でも誕生日とか聞いとこう。水島新は12月3日生まれ、伊手座の B 型だ。12月3日生まれだって。冬なんだ。伊手座の B 型ですって。あの結構星座を気にする方は多いですよね。うん、自分が何座かとか、あの人が何座かとか、あの何が関係するでしょうかって私思っちゃうんですけど、性格とか。123と数字を選ぶなんて、ずいぶん景気のいい日に生まれたものだな。それは気づかなかった。伊手座は興味の対象へまっしぐらだと言われてる。ほら、ニアさんも星座で性格が決まると思ってる人、興味の対象へまっしぐら。まあでも確かに。君も用心しろよ。あいつに狙われたら大変だぞ。大変です。大変だったかなというか、むしろ逆でしたよね。こっちから行ってたら、なんかちょっとシュンとしちゃいましたよね。新田くんルート途中。まあこんなものだな。そろそろ眠くなってきた。あとはまた明日にしてくれ。はい、では、20分ほど経ちますが、時間はまだいけるので、途中までになっちゃうかもしれないけど、寝ちゃいますか。よし、大会に臨むぞ。緊張する。もう一回楽譜見とこうかな。わかる、そういう楽譜とか台本見る系ね。もう一回見とこうかな、もう一回見とこうかなが永遠に続くよね、この時間。うちの部長どこ行っちゃったんだよ。
全然戻ってこないよ。あ、部長がね、逃げ出したこともありましたね。私も覚えありますけどね、服である私が頑張りましたよそれはまた別の世界の話。いよいよ地方大会なんですね。会場に来ると実感が増します、うん、説明会の時以上に人が集まってるようですが、みんな今日の演奏者なんでしょうか。いや、明日の偵察もいるんじゃないかい。応援もいるし見物客もいるみたいだから、参加者はほんの一部だよ。あ、地方大会1日だけだったっけ。そうか。ああ、でもあっちにいるのは茨城の水戸一律。水戸一律。向こうは千葉の久留里東だな。水戸一律と久留里東、久留里東ってありそうだけど実名でありましたっけ。制服見ただけでよくわかるな。情報収集の仕事のうちさ。あ、東日本大会ですよね。あ、やっぱ2日あるわ。姿勢官はいないか。もう奥に行ってるのかもね。そうだよね、もともと2日だって言ってましたよ。受付を済ませて俺たちも楽屋に向かうぞ。機械音がする。なんでもやが立ち込めてるの。ガスをまいたの、何らかの体に危害の及ぼすガスを。妙賀はこちらを鋭く見つめている。見てるね。おい、何やってんだ、先行っちまうぞ。どうした、なんか妙に顔色青いぜ。幽霊でも見たか。顔色が悪い、青いことを心配する勢いに対して、あ、これが例のイベントじゃない。うん、話そう。何でもないって言っちゃいけない。これ天音の妙画が。うん、でもあいつ今日じゃないだろ。見間違いじゃねえのか。間違えちゃったのかな。他の学校の演奏を参考にするために来たんじゃありませんか。うん、まあというよりもだ、うん、対象は一人だけなんじゃないか。ね、狙うはラインハルト、ブリュンヒルト、ただ一貫ってね、言ったのはヤン・ウェンリーでもあり、ビューコク元帥でもあり、そういうことじゃないですか。ただ一人。参考ね。とてもそんな殊勝なやつには思えねえけどな。まあいいさ、さっさと楽屋に行こうぜ。他の学校がみんな来てロッカー塞がっちまうと面倒だ。よし、ロッカーを塞ぎに行こう。どうした、この調律はちょっと心配だけど大丈夫。調弦は無事だった。調弦って言うんだね、調律じゃなくてね、弦楽器の場合。準備は済んだが、まだ少し時間がある。どうした、何がしたい、何がしたい。外に出て新鮮な空気を吸ってこよう。よし、タバコでも吸うか。海が近いからだろうか、爽やかないい風が吹いている。ごめん、間違えた、向こうが入り口だったんだよ。な、やっぱりどうもおかしいと思った。あんたを信じて俺がバカだったよ。ああ、いいから早く入り口に行こう。懐かしの声ですね。そうだそうだそうだ。うわ、ごめん、大丈夫だった、どこも怪我とかしてない。まあほんとね、私も1と2は1回しかしてないんですけど、ね、より思い入れのある人にとってはさ、この瞬間すごい感動したでしょうね。あーってなりますよね、これ。ぶつかってきた青年は慌てている。特にどこも痛めたりはしてないようだ。
そっか、それならよかった。やっぱりちゃんと前見て走んないとダメだね。今度から気をつけるよ。そうだね、前は見なきゃいけないね。横を見るか前を見るかって言ったらこれ前だね。今度からは走らなくて済むように気をつけてほしいんだけど。この人もね、出てきたらわーって言うんでしょうけどね、私まだこの方の作品が出てくる作品プレイしてないんでね、残念ながらね。あ、もちろん俺も年相応の落ち着きが必要だってよく言われるし。あれ、そうだね、服がね、服がすごいですよね、攻めてますよね、若い。君もしかして清掃学院の生徒じゃない？それに今日地方大会だよね。ここにいるってことはもしかしてオケ部？これさ、関係ないから首横に振ってもいいかな。ちょっと一応セーブして、ちょっと新しいことにチャレンジが2周目の基本スタンスなんで、嘘ついてみようか。いえ違う、なんか怪しい2人なんで、なんかナンパかなと思ってさ、ちょっと距離置いてみようか。嘘が下手すぎだな。清掃学院オーケストラ部。はい、カタルヘナ湯気子です。もう知られてたんだね。なんでわかったのかって、大会参加者 ID カード、しらばっくれるなら外しておかないと。さ、何、紐からか首からかけるタイプだったら下げっぱなしだったの。ああ大丈夫、俺たち別に怪しいものじゃないよ。清掃学院のオケ部の OB なんだ。そうだからちょっと怪しいかなと思ったら、あそこ首横に振るよね、ちょっと怖いから。女の子だったらなおさらね。その制服見たらつい懐かしくなっちゃったんだよ。変わってないなって。変わってないですか。ああでもオケ部が出るんだ、どうしよう。清掃学院と勝負になっちゃうなんて思わなかった。今日中学で俺が受け持った子が出るんだよ。俺どっちを応援したらいいんだろう。オケ部にはもちろんいい演奏してほしいし、その子たちにも負けてほしくないし。あーもう困った、俺が二人いればいいのに。頭抱えて悩まなくても、どっちもいい演奏できるようにって応援すればいいだろう。そうだね、頭が柔らかく考えればいいよね。江藤さんの言う通りだ。そうか、さすが江藤くん、いいこと言うな。いいこと言いましたね。今日出る子みんないい思い出作れるように応援するのが先生の仕事だよね。立派だな先生なんて。慣れて応援頑張るぞ。なんだ携帯、和樹さんのじゃないか。お、猪木からメールだ。来た、会場もう入ってるって、急ごう。俺たち以外みんなもう揃ってるって。みんな大好き猪木さんね。確かに約束の時間過ぎてるよな。じゃあ俺たちもう行くね。客席から応援してるよ、頑張ってね。うん、ありがとう先輩たち、ありがとう。さあ、それはそれとして、ただいまより第42回全国学生音楽コンクール東日本大会を開催いたします。この午前の演奏で高得点を出して午後のセレクションに残れなきゃ全国への道は続かない。いよいよ始まりだな。ああ臆することなどない。この日を待ち望んで練習を重ねた、その成果を見せるためだ。よし行くぞみんな。おお、1曲目はこれで、2曲やる。あ、こういうことですね。はい、この陣容でやってまいりたいと思います。あ、ちょっと待って、あれはあれだよね、あれは L1 だよね、マエストロフィール。OK、じゃあ L1 に指をかけておきましょう。東日本大会予選。お、なんだ、勝った。そうだ、これ勝った時のやつでもある。
省略して勝った時のね、清掃学院は上位2位以内に残ることができた。やだ、おしゃれなところ。やっぱり死生観が来ましたね。来たか。午後は死生観とうちの一騎打ちですか、うん、やっぱり1周目と違ってね、一切イベントを見ないと死生観との面々との絡みがないと、もう地味な存在になっちゃいますね。やっぱり仕方がないですけど、一騎打ちって午後は楽しみ、頑張ろう。よし、一騎打ちについて聞いてみよう。ここにおける一騎打ちとは何なんですか。なんだ、もしかして全然知らないままで午前の演奏をしてたのかい大会のルールを知らずにねどうやったら勝つのかを知らずに今まで演奏してきた。がっかりされちゃうかなこれ。まあちょっと変わった形式だから不思議に思うのも無理はない。そう、何にも分かんないままちょっと自分のバイオリンだけに集中してました、ごめんなさい。この大会は午前の部と午後の部の2回が行われるんだ。午前の部でトップだった2校が午後に再審査される。そこで勝った方が次に駒を進める。昔午前の演奏で評点が割れて審査員の意見がまとまらなかった時、こういう形式になったんだ。じゃあ午前の演奏じゃ死生観とうちがほとんど同点だったってことか、ね。まあ、おかげで改めてルール説明してもらいましたね、東日本大会。今は午後の部が行われるのが慣例になっているからな。実際の点数差はわからない。午後のセレクションには午前の点数はほとんど影響しないから気にしなくていいさ。そうなんだ。さてと、そろそろ時間か。昼も食べてパワーも補給したし、そろそろ会場に戻るか。戻るか。ちなみに私はお昼ご飯食べない派なので、パワーの補給しようがないです。お腹減ったな。さ、もう始まるかな。おっと、一方その頃死生観では何のイベントもなかった場合の死生観、どういう感じに映るんだろう。上位2校には残った。いよいよ全国に手が届くのか。俺が壊しちまった夢をもう一度掴めるのか。やっぱり2回目でもう一回聞くと感慨が深いですね。このセリフがどういう意味を込めているのかって、一回穂積さんのルート全部見ないとね、感じられないですもんね。そこへ来るのが穂積。やめに部長、もう時間ですか。いや、驚かせてしまったならごめん。まだ大丈夫だよ。考え込んでいるようだったから。考え込むってことじゃ、ようやくここまで来たんだと思ってただけです。そうだね、ここまで長かった。できる限りの手は尽くした、うん、あとは僕たちらしく演奏するだけだね、うん、本当に2週目だからこそ感慨深いね、この2人の話は。俺たちらしく、人事を尽くして天命を待つだよ。あとはステージを楽しんで演奏しよう、うん、ね、よほど人事を尽くしたんだろうね彼らは。一回一回の演奏を心からみんなで楽しもう。あ、ごめんなさい、ちょっとタイム。はい、みんなで。部長、安住先輩、何まったり話し込んでるんですか。俺らも混ぜて混ぜて。さ、まあシリアスなのもいいけどね、こういうところであーたくんが入るとそれはそれでいいんだよね、気がほぐれてね。お前今大事な話してる最中だったのにこうね、話の腰の折り方にもね、いい折ることもあるからね、いい折り方と悪い折り方があるからね水島には本当にかなわないな。あーたくんはいい折り方ができる子ですから。あの穂積くん、僕も頑張るよ。
まあそんな人なかなかいないと思いますよね。話の腰を折る人って大体そういうコミュニケーションが苦手な人だと思うんですけど、ただ逆に言えば多分ね、あたくんがあそこわざと入ったんだろうね。ちょっとね、本番前にちょっとシリアスな感じになってるのを見て、自分であえて明るく入っていったんだろうね。意識してんだろうなと思うんですよ。いおり、いおりくんもね、午前の部だっていい音出せてただろ。君もね、まさかね、二人のドルチがあるとは思わなかった。俺たちも伊達に地獄合宿を一緒にしてたわけじゃないんだぜ。僕らが中低音はしっかり支えるから何も心配いらない。みんなで全国に行こう。ああそうだな、いい演奏して全国に行こうぜ。いいね、死生観編やりたいですね。こんなの見てるとやりたくなりますね。お、まもなく午後の部を開始いたします。観覧される方はご着席になってお待ちください。始まるね。さあみんなこのステージを楽しもう。これが僕たち死生観なのだと全ての聴衆に示すんだ。はい。さ、できればそんな死生観に勝たせてあげたいけれども、彼らには勝たなければいけないということです。さあ本番始まっちゃいましたね。惑星で知られるホルストはブラスバンドのための曲もたくさん作っている。このムーアサイド組曲第三楽章マーチもホルストらしい豊かさと緊張感のある曲だ。処刑なんだこれ。この曲で僕たちは示す、全国に続く死生観の栄光の道を。曲変えるんだ。吹奏楽って面白い？俺でもできるかな。僕だんだんホルン好きになってきました。部長見て見て、俺うまく吹けたでしょ。俺みたいなやつが部にいて本当にいいですか。仲間がいたから僕はここにいる。今このステージの上に暖かい光満ちるように降り注げ、僕たちの声。綺麗、優しい光がステージを満たしていく。僕らはこんなにも吹奏楽を、音楽を愛してる。おお、ミラクルヤンのマエストロフィールドが出た。字幕が消えなかったのが残念だけど、いやーこれあれですね、曲の良し悪しじゃなくてさ、彼らの人間関係に勝てないよね。ちょっと感動的なあれですよ本当に。あれあれだけまとめ、そうそう、どうするニアさん。あの凡庸なソトスラに騙されるヤギさん部長、だヤンウェンリーと同じですよ。私今日ヤンウェンリーって何回言ったか分かんないけど、そうね、一つもね英雄な感じには見えないんだよね。外面だと本当は違うんだけどね。死生観の部長、相当なくせに本当ですよね。おっとマエストロフィールド、そんな死生観の演奏にもマエストロフィールドが現れるなんて。現れましたね。どうやって現れるのか、ちょっとどうやって見えるんだろうね聴衆には。まさにあの画面が見えるのかね。客席の反応、完全に持ってかれちまったな。このままじゃ無理なんじゃないかな。
あんな演奏に勝つなんて。部長、どうしましょう。部長、まずは1曲目うまくいったな。すごい拍手だったね。まだ手が震えてるよ。ああ、負けるわけにはいかねえ。俺たちは必ず全国に行くんだ。いや、この意気込みでね、死生観には圧倒されてますからね。すごかったわね。高校生の大会なんてどんなものかと思ったけど、聞き応えあったわ。私感動しちゃった。素敵だったわね。あ、清掃学院は大ピンチみたいだね。重み、いや、探したよ。清掃学院が地方大会でここまで苦戦するとは思わなかった。残念だけれど、これでは君の期待通りにはならないかもしれないね。清掃には死生観に打ち勝つ力はないと。彼女は誰かと競い勝利を奪い取ることを無意識に恐れているようだから。人を傷つけてまで勝利を望むことなんてできないんじゃないかな。過去あったからかな。かもしれんな。だがそうならば、それが奴の限界になる。さあ、諦めるな。逆転の道はまだ残されている。そうだね。とても吹奏楽部の大会の BGM とは思えないよね。前も言ったっけね、なんか戦の場に立つ直前の舞台長みたいな感じだよね。いつ我々のステージはこれからだ。こちらも彼らに勝る演奏をするだけだ。演奏を高め、マエストロフィールドを放てばいい。よし、いつのアドバイスですか。マエストロフィールド、どうせ負けてる。うなずく。よし、ここはなんかとぼけてみるか。マエストロフィールドですか。ああ、この状況を打破するに他に手立てはない。さあ、マエストロフィールド使います。ただ、あ、いや、よし、いけるな。じゃあ時間が過ぎてしまったので、こちらのターンは次回に回したいと思います。いや、 やはりね、死生観編はね、たとえ死生観の面々のイベントを飛ばしたとしても見応えがあるということが改めて分かりました。ということで、盛り上がりの東日本大会1日目だっけ、まず1曲目、次回ということでお楽しみにしていてください。はい、最後がぐちゃぐちゃでごめんなさい。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ではでは、失礼します。